皆さん、こん、おはようございます。ダーのミラクルーバー、金田です。ミスター、タイガース、藤田、平さんの孫さんいます。藤田、平さん、ルーキーイヤーからも活躍してますね。はい。前試合、風勝者、ても何度かありました。実は、カブバック賞、怪我の影響で一度獲得したそうです。首位打者一度マークし、今、毎年のように、首位打者争いが展開して、もうバッチ、バッチですね。打撃としては、ホームランは少なかったものの、二塁打、三塁打が特にすごい、収束高打のバッターと言っていいでしょう。やはり、あーというまこや、リードオフマンと言っていいですよね。はい。 確かにすごいバッターでございます。飛距離も十分あってね。はい。1984年までプレイしたんですよ。あの、阪神がまあ優勝する日本一の前ですね。はい。確かにすごいですけどもね。はい。確かにホームランは少なかったし、盗塁はまあ少ないけども、まあ足は速いですよ。うん。すっごい巧みのある技。小技系と言っていいでしょう。確かにミスタータイガスを支え続けてまあ、ゴールデングラブ賞ベスト9何度か獲得しましたね。はい。 まあ、ファースト部門とショート部門、内野のユーティニティーブレイヤーとして活躍しました。引退後は監督を務めましたが、暗黒時代95、6にたった2年務めましたが、解任となってしまいました。代行からですね、はい。二軍監督から。確かにダメでしたね、監督はね、はい。確かに大学はいいんですよ、ホームランというよりも。短距離打者と言って以い上い、二塁打、三塁打の最強バッター。村松タイプですね、はい。以上です。バイバイ。